6弦ドロップ D チューニングです。1弦から5弦まではレギュラーチューニングのままで、6弦のチューニングだけを E から D に落とします。このチューニングは6弦のみが変化しているので、割と通常のリフやコードなども弾きやすく、また6弦を落としたおかげでヘビーなサウンドが出るので、ロック系などでも最近はよく対応されています。